はい、頑張っていきましょう。これ鍵鍵、これは知ってる。すぐぶっちゃけね、ネットで調べたんだよ。よし、ガレージに行こう。冬はこのドア使えないんだ、雪のせいでね。マジっすか、マジっすか。さあガレージに行くぞ。お、車がある。見る。遠くに行くなら鍵を見つけないと。車、鍵見つけてもダメだろ。開けるぜ。さあ中は暗い。さすがに暗い。今の音なんだろう。お、電気のスイッチ。ミスター。オーマイガー、鳥の鳴き声っぽいのが聞こえた。オン。ロック解除できません。お、スプレー缶。僕が描いたキャプテンスピリットと同じ色にしよう。これでコスチューム OK なんじゃない。スピリット、やっぱりシャキン。波動拳、まあ、いや波動拳。もうやっぱり。よし、これでこそキャプテンスピリットだ。マントロイドのアジトの、ママが通ってた学校からの手紙だ。ファインダー。ママとパパは学校で出会ったんだって。へえ。じゃあ次行くぞ。キップできるのか。さあ家の中に戻ってきたけど、次は車に乗るを。鍵があるんですよ、鍵が。あった、車のキー。この気配、まさか。まん、そしてガレージの車に向かう。さすがに家の中は走れないか。外では走れるのは便利だな。今行くぞマントロイド。これでも乗ってどうすんの、ぶっちゃけ。よし、準備完了だ。こちらキャプテンスピリット、応答せよ。応答せよ。聞こえるか、スカイパイレーツ。ああ、はっきり聞こえるぞ、キャプテンスピリット。本当にこんな危険な任務に出るのか？心配はいらない。危険な目に遭うのはマントロイドさ。よし、まずはシステムチェックだ。ケーキパネル、よし。フォースフィールド、よし。プロトンミサイル、よし。脱出ポット、よし。フロントワイパー、よし。すべて異常なし。発進だ。なんだこの音は。光の速さを超えたぞ。あれはなんだ。うわ、流星群だ。ホスフィールド展開。遅かった、緊急事態 SOS 不時着中。鼻で笑ってもらいたくなるような、面白いガキだな。他にも破壊された船があるのかな。
まあいい、僕は無事だ。探索と行こう。これでクリアか。お、また変わったぞ。邪悪な雰囲気、血みたいに赤い空。やつが好きそうなとこだけど。おお、本当にこんなとこにいるのか。誰も何もいない。なんちゅう世界観や。すごい妄想癖があるのか。敵か。我が惑星に何の用だ。マントロイド出てこい、卑怯者め。アメリカの子供はこれが普通なのか。我慢。今度こそ逃がさないぞ。逃げる必要はない。我はあらゆるところに。隠れてないで戦え。もうちょっと早く歩いてほしい。しんど。本当に気を失うな。絶対に後悔させてやるからな。さあお次は、あと3つ、あ4つか、4つか。さあ頑張ろう。お次はビール缶をまとわて、これか、これに入れたような、外に出す、これかな。くっさ、この缶すごい匂いだ。これで的当てができるのか。何？あ、これだ。ビールハンターから逃れられるものなどいない。
多分これだ。よし。マジかよ。これ楽勝やろ。よし。うん、惜しい。スプリットやんけ。やり。よし。さあラスト。ここだ。よっしゃ。よし。思い知ったか。リサイクル完了だ。後片付けはしっかりやりましょう。よし、クリアしたぞ。じゃあ次だ。さあお次は雪だるまを爆破のミッションなんだけど、こんな笑顔2005がパスコードらしい。そしてガレージにあるお父ちゃんのロックを外す。さあ行くぞ。爆破ということで、なんか爆弾というか、なんか爆竹っぽいもんでもあるんだろうか。ここね。205。やった。よし。爆竹ある。これで暴れられるぞ。ごめんねパパ。悪い子すぎる。雪だるまどこやったっけ。こっちか。あった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 。雪だるま、三段雪だるま。ライターないけど。ああ、スノーマンさ、悲しいよ。あんなに強かったのにこんな姿に。そんなざまでどう僕を特訓するって言うんだ。無理に決まってる。ライターがねえ。探さないと。着火剤がない。かわいい。これライター探してこなあかんのか。あ、違う。しゃ、ごめんね、スノーマンさん。キャプテンスピリットと戦う準備ができたか。持ってた。かわいそう。あちゃー。よし。よしじゃない。かわいそう。街を凍らせるスノーマン。お、あと2つだ。計画は阻止された。キャプテンスピリットの勝利によって。さあスマホを解除してホットドッグマンのゲームで遊ぶ。ロックを解除する。これはね、パスコード4298 3294。 4298-3294 でございます。これ間違いありません。よし、ハッキングくらい朝飯前さ。ホットドッグマン出動。出動、ホットドッグマン。おお、なるほど。おっと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 い。なるほど。いい感じだぞ。
No! 77点。これでクリアになるかな。お、クリアになった。ドッグマンとキャプテンスピリットはタッグ組まないかな。よし、さあラストだ。ラストはこのフィギュアたちを見る。床に落ちてるフィギュア系を全部見ればいいらしいが、見る。おっと、マーティーレックスがお腹を空かせてるみたいだ。見るだけじゃダメか。恐竜ランド開演だよ。全員食っちまえ。父ちゃん寝てる。俺はマーティーレックス、お前を食ってやる。食ってやる。あとは自分の部屋。これ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 。う、連打。うわあ、シャークスティンガーが獲物を探してる。サソリ車や。危ない、悪者の車だ。逃げろ。このままだと歩行者が引かれるぞ。介入する。危ない。ドン。今のがラストドライブだ、シャークスティンガー。やった、キャプテンスピリット、ありがとう。もう誰かを引くこともないだろう。かわいそう。ここのやつもね、ここのやつ。フォレストウォーリア。スノーゴーストの相手はこいつに任せておけば安心だ。うまいことならない。お前に勝ち目などないぞ、ノクタリウス。終わりにしてやる、パワーベア。ほう、うん、ほう。お前はマントロイドに操られているだけだ。操られてなどいない。あのお方の命によりお前の命いただくぞ。諦めろ、諦めろ。戦う必要はない。貴様ごときが何を言う、パワーベア。仲間になる。お前は戦力になる。仲間になってくれないか。キャプテンスピリットのバカを言え。やつは敵だ。お前は洗脳されているだけだ。世界を救おう、力を貸してくれ。ほざけ。俺はマントロイド様に救われた。お前ら何かしてくれたか。何が正義だ。すまない。すまない、ノクタリウス。お前も救いたかった。お前は敵だ。これでも食らえ。ひでえ。ノー。あ。うう、背中が。何をしたんだ。動けない。キャプテンスピリット、キャプテンスピリット、手を貸してくれ。私ではこいつにとどめをさせない。頼む、キャプテンスピリット。やっつけていいの？やあ、パワーベア。待たせたな。ノクタリウスを倒しに来たぞ。ありがとう、キャプテンスピリット。やめろ。助けるんじゃないか。俺は操られてるだけだ。ただの操り人形なんだ。それなら糸を切ってやろう。やめろ、俺の負けだ。マントロイド様、助けてください。なあ、正義は誰も殺さないんだろう。 あら。よし、次はマントロイドを倒すぞ。キャプテンスピリットがいれば
我がチームはどんな戦いにも負けないぞ。なんか微妙だったら助けないのか。お、これで全部クリアした。どうなるんだ。さあどうなるんだ。僕はいつでも遊びたい。パパ寝てるの？ねえ、酒かっくらって寝やがった。パパ、ねえ。ああ、なんだ、バレた、うるせえな。パパ、僕だよ、クリス。オーケー、待ってろクリス。あ、くそ、酔っ払いや。パパ、くそ。パパ、大丈夫？そう見えるか？くそ、まったく、ただの一試合も満足に見れやしねえ。知らんや。最悪だ。だ、足をやっちまった。くそ。クリス、なんで俺を起こした？起こしてって言ってたから。約束だったし、ツリー買おうって。ツリーって？家もまともに歩けないのにか。気をつけた方がいいよ、その起きるときは。生意気なこと言うなクリス、そんなの聞きたかねえ。分かったよパパ。お、うるせえな、誰だよ。開けてみて、セールスマンとか勧誘とかそんなだったらドアを閉めろ、時間の無駄だ。ここは城だ、俺たちだけの、だろ。うん。お、おばちゃん。まあ素敵ね。何のキャラクターの衣装なの？キャプテンスピリットさ。そうなのね。スーパーヒーローは何人いても足りないわ。それで調子はどうなの？うん、レイノルズさん、その学校の宿題やってた。土曜日に？あなたがそんな優等生だったなんて、先生も喜ぶわね。玄関先の雪かきもしてたみたいだけど、あまり働きすぎないようにね。そういえば、さっき散歩に行こうとしたら、何かすっごく大きな音が聞こえた気がしてね。大丈夫なの？パパが転んじゃって。でも大丈夫だよ。派手に転んだみたいだけど、本当に大丈夫なの？うん、試合が盛り上がったから興奮してテーブルにぶつかったんだ。本当だよクリス、そう必死にならないで。分かってるわ、接戦だったのね。今日は他に何か予定があるの？うん、パパと本物のクリスマスツリーを買いに行くんだ。あら、それは楽しそう。うちでもそろそろツリーを買って飾りつけないと。この季節一番の楽しみよね。うん、パパが一番いいツリーを買うって言ってたし。あなたには最高のツリーがふさわしいわ。飾りが足りなかったら遠慮せず言ってね。貸してあげるから。わあ、いいね、ありがとう。どうやらお父さんの面倒をしっかり見てるみたいね。もちろん、チームメイトだもん。あなたはいい子ね。めっちゃいいやつや。ねえクリス、私たちお隣さんなんだから、もし何か困ったことがあったら
いつでもうちに訪ねていらっしゃい。めっちゃ心配しとるんやっぱり。力になるわ。うん、わかったよ、レイノルズさん。ありがとう。後で遊びに行くね。めっちゃできた子だ。あのおせっかいババアは何だって？何も。何もだ？聞いてたんだぞ、全部な。てか追い払えよ。だけど。俺がどんなにクソ親父かって言いたかったんだろ。違うか？挨拶に来ただけで。そうじゃないよ。信じて。パパ、信じてよ。クソ、メソメソするんじゃない。もう赤ん坊じゃないんだ。うわぁ、パパ。信じてよ。大人になれ。でも僕。お前は、ママにそっくりだ。お前を見たり、話すたび。やめてよ。あいつの顔が浮かんで。どうして、お前がいなきゃ。あの日、あいつは車に乗らなかった。絶対に。あ、いや、クリス、今のは違うんだ。嘘だ。本気だった。おい、待てって、クリス。こりゃいけませんわ。これはいけません。下が雪でよかったねって言おうとしたのに。キャプテンスピリットに目覚めるのか。ライフ・ウィズ・ストレンジ2すごい楽しみになってきた。はい、ということでライフ・ウィズ・ストレンジ2キャプテン・スピリット体験版、はい、まあ第2回目はまあなんだろう、攻略目的の動画みたいな感じで作ったんですが、これはライフイズストレンジ2、まあライフストレンジ2を購入する前にライフイズストレンジ1をクリアしないといけないかなとちょっと思ってきた。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。